お父さん、お母さん、私は今年90歳、卒寿を迎えました。お父さんとお別れしてから79年、お母さんとお別れしてから60年の長い長い月日が流れていきました。私は今、高齢者施設に入っております。お父さん、お母さんはご存じないと思いますが、この施設というのは、高齢となって一人で生活できなくなった人々が、若い職員に面倒を見てもらいながら、一緒に生活するところです。若い職員の方々は、高齢者の面倒をよく見てくださいます。社会福祉の勉強をされた方々だろうか、偉いなぁと、いつも感心しています。本当にありがたいことです。私は両親と兄2人、妹3人、それに、おばあちゃんと姉やの、にぎやかな10人家族で育ちました。勉強するときは目を悪くするから、左から光線が来るようにしなさいと、机の電灯の位置を直してくださった優しいお父さん。古くなった浴衣を可愛らしいワンピースに仕立て直して着せてくださった器用なお母さん。幸せな子供時代でした。私が行っている施設は1階がデイ、2、3階にお泊まりの人々の部屋があり、真ん中が広いフロアになっています。ここで食事をしたり、みんなで集まって歌ったり、レクリエーションをしたり、時にはお祭りで出し物を見て楽しみます。私は足が弱らないよう毎日このフロアで歩行に努めています。夜になると暗くなった窓から空を見上げて、お父さん、お母さんはあの雲の上のあたりかなぁと心の中で話しかけます。9時頃にはおやすみなさいとベッドに入ります。お父さん、お母さん、私もそう遠くない日にお父さん、お母さんのところに参ります。待っていてくださいね。